どうもこんにちは。リアクト入門の続きを今日もやっていきます。あらかた出来上がってきたのでもうちょっとですかね、やることは。今日はこのチャットバスの方の切り替えの実装はできてるんで、見た目の方を変えていこうと思います。こう選択したらそこがこうハイライトして今ここにいるよって分かるっていう状況ですね。あとここのチャットの画面、チャットの方のこのメインの方もデフォルト選んだら、デフォルトで発言したものが、FDFDFD って選んだらここで発言したものが出る必要があるので、まあ、切り替えですね。切り替えを作っていきたいというのがあります。あと、以降やることなんですけど、コンポーネント化ですね。AppTSX1 個で頑張っちゃってるんで、こいつを別のファイルにこう分割して小さいものを組み合わせて作るっていうリアクトの正しい形に持っていきたいというのと、あとテストも書きたいので、テストですね、まあ、こんな形で、これ元からあるものですけど、まあ、こんな形でテストも書きたいというのがあります。あと ESLint 関連もちょっとフォローしなきゃいけないなと思っているので、ちょっと勉強して、その辺も話せればなと思います。ということで今日はこのチャットバスのところを直していこうと思います。まずハイライトですね。ハイライトをやりたいというところなので、まずはスタイルを作りましょう。セレクテッドっていうスタイルを作り、バックグラウンドカラーをグレーの違う色、200が少ない方が明るい色なはずなので、まあ、こんな感じにしておきます。で、セレクテッドですね。で、セレクテッドはいいんだけど、バスですね。こいつがバスの情報で、ネームとセレクテッドっていうのを一応作ってあって、これが true だったら選択状態ですよみたいな風にしたいんですけど、まだそこは動いてないので、一旦デザインを当て込むところを先にやっちゃいます。これがチャットバスだから、ここですね。ここで、プライマリーで、クラスネームイコールコーデ、バスのセレクテッドだったらクラスイズので、じゃなければクラスイズのリストですね。まあここでリストを指定する意味はないんですけど、何かしら指定しないと参考にはならないのでこうしています。でこれで戻ると、まあ、何もなってないので何も起きないんですけど、あ、起きるな、これ変だな、ここは変だな、リストアイテムにつけなきゃダメか、ここだと変なのでリストアイテムにつけてあげましょう。はい、これで大丈夫かな。はい、これで変ではないですね。でこれでセレクテッドを true に全部変えてあげると全部色が変わるはずなんで、一旦そこまで確認します。ここですね。true にしてあげると全部の色が、あ、変わった変わった、真っ白、白すぎんな、白すぎるけど、まあとりあえずいっか、後で変えましょう。で一旦ここフォールスにして、やるべきことは API 消しちゃったな。 API のバスサブスクライブドっていう、サブスクライブをして、こいつにバス名、今カレントになってるバス名が入ってくるので、こいつを、購読してあげる必要がありますね。ここでいいかな。おっと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 、 API のバスサブスクライブド、あ、違う違う違う、サブスクライブでネームがバスサブスクライブドで、コールバックが、バスネームで、バス名が入ってくるものというのを作ってあげればいいですね。で、ここの中で、バス名を保持してあげたいので、またここでコンスト、カレントバスネーム、あとととととここですね。セットカレントバスネームというのを作り、ユーズステートで、ストリングを持ちますか。でデフォルトにしておきましょう。OK。
でカレントバスネームはここでセットカレントバスネームを、バスネームとしてあげます。でバス名を変えちゃうので、変えるというかここで使うので後ろにバス名を追加しておきます。そしてバス名が入ってきたので、ここですね、ここで直接フォールスをぶち込むんではなくってカレントバスネームとネームが一緒かどうかというのを入れてあげれば今いる場所がだけ true になりますね。はい、でこれで変えてあげるとバスサブスクライブドが入ってきて FDFD になったんだけどな。バスネーム、あ、バスリストが来ないのか、ここだと。ちゅうことなんで、この中で、じゃあ、バスリストを呼んであげましょうか。バスサブスクライブドした後にバスリストを呼んであげればいいので、API のバスリストを呼んであげれば、この処理でこっちが呼ばれて勝手に変わってくれますね。あ、イコールイコールイコールにしろというふうに出てるな。こうか。はい。ちょっと地味に、そういえば、地味になんかエラーが出てるので、ここも後で直します。よいしょ。ああ、いいっすね。うん。これで変わると。ちょっと、選択中の色が同じだとまずいな。うん。まあ一応変わるんで、とりあえずちょっとデザイン上の問題がありつつも一応できたので。で、あとここのメッセージの上のところを置き換える処理ですね。をなんとかしたいんですが、これ結構大工事で、メッセージをユーズステートで持ってるんですけど、この持ち方ではダメなので、どうしようかな。タイプメッセージズ、メッセージディクショナリーにするか。あんま良くないな。これで、キーがストリングのメッセージの配列ということにしてあげればいいと。で、メッセージディクトに変えてあげます。で、とりあえずはカラー配列。で、セットメッセージ、メッセージディクトいいですね。で、メッセージで、メッセージを追加するようなところがだいぶ変わりますね。で、ここで、セットメッセージで、こうですね。コンストで、まずメッセージズの、バス、カレント、バスネームですね。これが、メッセージのリストですね。そもそもの。で、なければからということにしてあげると、とりあえずこれでいいと。で、これでメッセージの今の一覧っていうか、今のカレントバスの一覧が取れるので、こいつに対して、コンスト、ニュー、メッセージズで、いうのを一旦コピーで作りつつ、ニューメッセージズの、カレントバスネームに対して、リスト、よいしょ、こうですね。で、元のリストに追加でメッセージを追加する形にして、こいつをセットメッセージ図に突っ込んであげる形ですかね。いいかな？大丈夫そうですね。で、あとは、ここのところが、カレント
バスネームに変わるという感じかな。これ大丈夫かな。一応これでいいはずなんですが、90行目でカンマがない。あ、そっか、90行目で、あ、うん、え、うん、なんか間違えてる。あ、いや大丈夫か。あ、これはこれは 直る前のやつなんで、今リコンパイル中かな。ああ、そっか。で、かつか、でこれがアンデファインドの可能性があるので、こうしてあげればいいかな。でここで適当に発言をします。 Q3 にしてドンと、で FD に置き換えて、FD の FD ですよということで発言しておいて、で DFDFDD でこれで発言しておいて、で戻るといいですね。戻りましたね。 OKOK。うん、ここあの、このデザインがいまいちすぎるな、本当に。一応動いてはいるけど。しかもバスリストがむちゃくちゃ動いてる気がすんな。これは、あれですね。何度も同じことが動いてるので、新たな問題というか、まあ分かってたんですけど、これちょっと次回やりますが、このユーズエフェクトの処理は最初に一発動いてくれれば良いと、あと一回も動いてほしくないんですけど、中で、このステートを使っちゃってる関係でどうしようもなくここにデップスを追加したんですが、こいつの影響で、どれかが変わったらまた再実行されちゃって、サブスクライブが何回もされるっていう問題が今発生してます。なので頭で全サブスクライブを一回切るとか、そういったことしてあげなきゃいけないんですが、ちょっと、まあ、この実装もどうかなという気もしてるので、あのパブリッシュする、パブサブするっていう形ですね。結局ここでしか見ないのでステートを、ちょっとこの辺の API の実装もちょっと変えるっていうのも考えつつ、この修正を次回以降していこうと思います。ということで今回は以上。次回お楽しみに。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。では次回。